はい、こんにちは、しやすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は幸せ最前線というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まず最初にいただいたメッセージを一通ご紹介させてください。先日配信されたバブル世代の女性に学ぶの動画を見て、私もやってみました。10万円のホテルを。最初は軽い気持ちでやってみようと思い、10万円のホテルの空きを見つけて予約ボタンを押そうとした時に手が止まりました。しばらく迷いましたが、これは運命が変わる瞬間のあれだと感じ、自分を奮い立たせて予約しました。そしておととい、10万円のホテルに泊まってきました。一人では踏ん切りがつかなかったので、母の日のプレゼントという名目で母も一緒に連れて行きました。スタッフの皆さんもとても親切で高いプロ意識のもとで働いていらっしゃるのが伝わってきました。レストラン、お風呂ともにとても景色が良くて開放感があって、でもとても静かで落ち着きました。これが豊かさなんだとしっかり体感してきました。母にありがとう、いい思い出になったわと嬉しそうにしてくれました。今回動画で体験と交換できることがお金の価値だと。もしやってみたいことがお金で解決するのであれば、まず買って体験に変えることをやってみる。いつかは来ない、やるなら今だ。との熱いメッセージに触発されて行動しましたが、本当にそうだなと思います。やってみてよかったです。白坂先生のおかげで知らなかった世界をたくさん体験しています。本当にありがとうございます。感謝しています。ということですね。決断が大事だという言葉を知っている人っていうのはたくさんいると思うんですよね。決断が大事だと、決断して行動することが大切だという言葉を知っている人はたくさんいると思います。実際このバブル世代の女性に学ぶっていう動画も、数百人以上の人が見てくださっていると思うんですよね。しかしその決断を実際行動に移す人って言ったらものすごい少ないと思うんですよね、実際はね。人はね、知っている言葉はたくさんあったとしても、それを本当に行動に移す人っていうのはものすごく限られているわけです。決断が大事だって言葉を知っているよりも、実際決断して何か行動することの方がはるかに人生っていうのを変えていくわけですよね。でそういう意味でね、本当にね、決断を行動に移したっていうのが素晴らしいなというふうに感じました。やっぱこう、一回体で体験できたことっていうのはもうね、消えないですから、残りますよね。これが豊かさなんだ、これが一流のサービスなんだっていうのがわかるので、もう一生の財産っていう形でね、10万円と一生の財産、豊かさ感覚っていうのを交換することができたということですよね。おまけにね、お母様もすごくね、喜んでくださったみたいなので、それはすごいね、価値の高いお金の使い方をされたんじゃないかなというふうに思います。何よりね、その決断を本当の行動に移したっていうところがね、素晴らしいなと感じました。メッセージを送ってくださって感謝してます。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、幸せ最前線というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。幸せって何なんだろうっていうのはもうね、数千年前からみんながね、追求してる、テーマの一つだと思うんですよね。ある人は哲学で、ある人は宗教で、もしくはある人は心理学ということで、一体幸せって何なんだろうということで、どうすれば人は幸せに生きられるんだろうっていうのは、本当に哲学、宗教、心理学などのさまざまな、分野で、みんなが考えてきたテーマだと思うんですよね。ただやっぱり人間っていうのは必ず進化してますから、やっぱこう幸せっていうのもある程度こうね、結論っていうのが出てきているんですよね。でそうした時に、じゃあ幸せって何なんですかと。でこう最新の、学問におけるその幸せって一体何なのかと言った時に、その答えっていうのは気分なんですよね。幸せっていうのは気分であると。っていうのが幸せにおける最新の見解ということで、もうほぼこれは結論という形になっています。幸せっていうのは気分だと。つまりいい気分であるっていうのが幸せであるということですよね。ということはもうね、外的な環境は何の関係もないということですよね。今自分はどんな環境の中にいるのか、どんな人間関係の中にいるのか、どういう経済状態なのかっていうことと、幸せっていうのは何の関係もないと。つまり幸せっていうのはもう気分なので、もうその人が今ね、いい気分だというのであれば、もうその人は 100% 誰が何と言っても幸せなんですよね。でそうした時に、じゃあなんで気分が幸せなのかと、ね、なんで幸せとは気分なのかっていうところをちょっとね、解説していきたいと思うんですけど、これはですね、私たちの記憶の仕組みに関係してるんですね。私たちの記憶の仕組みとこの幸せというのは気分であるというのが深く関係しています。で、どういうことかっていうと、人はですね、事実をありのままに記憶していくわけじゃないんですね。ものすごくね、こうね、何年経っても何十年経っても覚えてることもあれば、ね、一生懸命頑張って暗記したつもりなのにすぐに忘れてしまうものもあるんですよ。で、それどういうことになってるかっていうと、一言で言うとね、この気分とか感情と、ね、記憶っていうのがね、結びついてるんですね。人はですね、自分の気分と合うものを覚えていきます。自分の気分と合うものを覚えていくんですね。逆の言い方をすると、自分の気分と合わないものは覚えない、忘れてしまうということなんです。だから勉強嫌いの人が、なかなか覚えることができないっていうのはね、自分の気分とね、覚えようとしていることが合わないからなんですよね。どれだけ頑張って暗記をしようと思っても、なかなか覚えられない人っていうのは、結局自分の気分が悪いから、悪い気分の時に何か覚えようとしても、なかなか頭に入んないんですよ。ね、だから人は自分の今の気分に合うものを覚えていこうとするんですね。だから、いい気分の人っていうのは、いい出来事であれば暗記します。要するに覚えます。ね、逆に悪い気分の人であると、悪い出来事であれば覚えるんですね。まずそれが最初の大前提です。ね、いい気分の人は、いい出来事を記憶として残すんです。覚えるってことですね。で、悪い気分の人は、悪い出来事を、ね、記憶として残すと、覚えるということですよね。で、そして今度はね、思い出すっていう時に考えた時に、じゃあしばらく時間が経ちましたと。で、じゃあ自分が何か過去のことを思い出しますと言った時に、その思い出す時っていうのは、自分の今の気分と合う、過去の出来事っていうのを思い出すんですね。だから自分がいい気分の時は、過去のいい出来事っていうのを思い出します。ね、例えば結婚式とか、子供が生まれたとかね、何か自分が、ね、例えばどこどこ高校、どこどこ大学に合格できたとかね、なんかこう友達と何か一緒にね、楽しい出来事があったとか、なんかね、いい気分の時っていうのは、過去のね、いい出来事っていうのは頭に思い浮かべて思い出してくるんですね。逆に悪い気分の時っていうのは、過去のね、悪かった出来事っていうのを頭から思い出してくるんですよ。ね、あんまりこうね、思い出したくないことっていうのを思い出してくるんですね。ということで、ね、いい気分、いつもいい気分の人っていうのは、ね、自分の気分がいい気分ですから、ね、その気分に合ういい出来事っていうのをよく覚えて、しかも思い出すとしたらいい出来事を思い出すんですよ。ね、逆に悪い気分の人っていうのは、悪い出来事を深く記憶として残し、そしてね、何か思い出すってなった時に、悪い出来事を思い出すということなんですよね。だから幸せっていうのは気分なんだということなんです。ね、もしいい気分の人であれば、いい出来事ばっかり覚えていて、何か思い出すってなったら、いい出来事ばっかり思い出してくるわけですから、間違いなく幸せなんですよね。で、この記憶の仕組みとこの幸せ、そして気分というのが、結びついていると。だから幸せっていうのは気分なんだということですよね。実際は全ての人がね、大体同じような出来事にね、合ってるんですよ。人の人生ってそんなに大きく変わらないですから、ね、そんなに大きく変わらないので、人の人生っていうのは大体みんな一緒なんですよ。だからね、いい気分の人も悪い気分の人もね、大体同じような人生歩んでるんですね。だから自分の人生において、例えば健康上の問題があった、例えば風邪をひいたとかね、怪我をしたとかね、なんかそういう健康上の問題っていうのも、別にいい気分の人も悪い気分の人もね、体験してるんですよ、実際はね。逆にそのね、それ以外で、例えば仕事上ですよね。いい気分の人もなんか仕事上でミスをしたとか失敗したとかね、悪い気分の人も仕事上でミスをしたとか失敗したとかうまくできなかったってね、両者ともね、体験してるんですよ。ね、お金もそうですよね。お金に関してなんかね、不安を感じたとか、ね、なんか心配したとかね、お金の心配をすることがあった。要するにお金の問題っていうのをね、抱えたというのも、別にいい気分の人も悪い気分の人もね、両方ともね、体験してるんですよ、実際は。もしくは人間関係ですよね。親との関係とか、子供との関係とかね、奥さん、旦那さんとの関係とか、会社の同僚とか上司との関係とか、そういった人間関係の問題っていうのも、みんなね、大体経験してるんですよ。ね、だから事実としてはね、大体みんな同じような人生を歩んでるんですね。その程度の差はあったとしても、大体ね、健康とか仕事とかお金とか人間関係で、みんなね、やっぱりね、ある程度のね、問題っていうのは等しく体験しているわけなんです。ね、だからね、事実としてはね、そんなに変わんないんですよ。その人の人生が事実としてどういう風な人生だったかっていうのは、実はあんまり関係ないんですね。しかし、ね、世の中にはね、私の人生ずっと不幸ですっていう人もいれば、私の人生ずっと幸せですっていう人もいますよね。で、それ何が違うんですかって言ったら、事実が違うんじゃなくて、その人のね、こう解釈が違うんですね。ね、その人の感覚が違うんですよ。まさに気分が違うんですね。ね、私の人生悪いことばっかりですっていう人はね、やっぱりね、悪い気分でね、過ごしてる時が多いんですよ。ね、私の人生悪いことばっかりですと、いつもいつも私の人生こうなんですという人っていうのはね、やっぱりこうね、自分でね、自分の気分っていうのを制御できてないんですね、一言で言うと。だから悪い気分でいる時間が多いから、悪い出来事に限って覚えていくんですよ。悪い出来事に限って暗記していくんですよね。覚えていくんですよ。そして自分が悪い気分でいる時間が多いから、ね、過去にあった悪い出来事ばっかりが頭に思い浮かぶ、ね、思い出してくるということなんですよね。だから結果的にその人はね、自分の人生はずっと不幸だっていうふうに思ってるわけです。要するに自分が悪い気分だから悪い出来事に限って覚え、そして悪い出来事ばっかりを思い出してくるということですよね。だから自分はずっと不幸だっていうふうに思ってるわけです。自分の脳が悪い出来事でね、もうね、占領されてるわけですよね。で、逆にいい気分の人っていうのは、いい気分の人もね、実際人生ではいろいろあったんですよ、実際は。ね、健康とか仕事、お金、人間関係なんかでいろんな問題あったんですよ。ただ、いい気分でいる時間が長いから、ね、いい出来事ばっかり実は覚えてるわけですね。で、自分が体験した悪い出来事っていうのはあんま覚えてないわけですよ。ね、そして、自分がいい気分でいる時間が長いから、だからなんか頭で思い浮かべることってなったら、いい出来事ばっかりね、結婚式はこうだったなとかね、友達と遊んだ時こう、すごい楽しかったなとかね、その子供が生まれてね、良かったなとかね、もしくはその子供との一緒に遊べてすごく楽しかったなとかね、なんかね、仕事上で何か達成できたとかね、なんかそういうこう、いい出来事ばっかりが頭に思い浮かびやすいわけです。だからね、私の人生はずっとずっと幸せなんですっていう人がいると。ということなんですよね。で、実際それはね、事実じゃなくてね、幻想なんですよ。ね、その人もね、はっきり言ってね、その人、私の人生ずっと幸せなんですって言ってる人も、その人はその人なりに本当はいろんなことを体験してきてるんですよ。いいことばっかり起きてるわけじゃないんですね。ただ、事実じゃなくていいんですよ、人生っていうのはね。幸せっていうのは事実じゃなくていいんですよ。幻想でいいんです。ね、その人の主観ですから、幸せっていうのはね。その人がどんな気分なのかと、どんな気分で人生を歩んでる、どんな気分で自分の人生を過ごしてるかっていう、そのことが大事なわけで、事実として本当にそうだったかどうかと、ね、その人がね、生まれてからね、今までね、ずっと詳細に記録として、ずっとね、こう、すべてをね、正確にね、記録として覚えておく必要は全くなくて、自分の人生ずっと幸せでしたっていうんだったら、それこそがまさに幸せですよね。もうそれでいいんですよ。事実じゃなくてね、幻想でいいんです。ね、幸せっていうのはどこまで行っても主観だし、幸せっていうのはどこまで行っても気分なんですね。だから気分っていうのが一番大事なんだということです。もし自分の人生にね、責任を持たないといけないことが一つだけあるというならば、それは間違いなく自分の気分を制御するってことなんですね。自分の気分を制御するってことなんです。常にいい気分で時間を過ごそうというふうに、自分の気分を制御するという責任は持ってます。ね、自分はね、気分がね、落ち込んでるとか、ね、なんかね、こうネガティブに入ってるとか、ね、そのマイナスに入ってるとかっていうのはね、それはね、なんとかしないといけないわけですよ。ね、それはもう、そこを、その自分の気分をね、結局は自分で制御できないということであれば、もうそれは単なる甘えなんですよ。ね、もう依存ですよね。自分の気分だけは自分でね、やっぱりね、取らないといけないんですよね。気分が落ち込んできたと。ね、人間ですから気分は上がったり下がったり上がったり下がったりね、もう波のように変化していくんですよ。だからどんな人も気分が下がるときは下がるんです。ただ、ね、その気分が下がっているときでも、ね、その自分の気分をもう一回転換して、気分をね、上げようとか、もしくはいい気分にしようというのは、やっぱり各自の責任ですよね。だから私たちに唯一自分の人生において責任があるというのであれば、少なくても自分で自分の機嫌ぐらいは取りましょうってことなんですよ。ね、他人の機嫌を取る必要はないんですよ。全然ね。ね、不幸に生きてる人はね、もう不幸、それはそのね、自分の課題じゃないですから。ね、自分の目の前に何か不幸な人がいるって言った時に、ね、その人はね、もうどうしようもできないんですよ。ね、他人の機嫌を取ろうとか他人の気分を取ろうとかってしてもね、それはもう無理なので、それは責任持ってないんです。ね、相手は相手の都合で不幸なのであり、ね、自分とは関係ないですよね。ね、そこはね、課題を切り分けないといけないですよ。ね、もしね、自分の機嫌さえ取れないのにね、目の前のね、不幸な人がかわいそうだとかって言ったらね、不幸な人がね、1人じゃなくて2人に増えちゃうだけですから、もうそれはもう社会にとって迷惑でしかないですよね。だったらね、もう目の前の人はどうでもいいんですよ、はっきり言って。ね、その人はその人の都合で機嫌が悪いのであり、その人はその人の都合で気分が悪いのであり、その人はその人の都合で不幸をやってるんですよね。ね、だけど私たちはね、その他人の機嫌を取るとか他人の気分を取るとかね、他人を幸せにするってそこまでは責任を持ってないんですよ。そこまでの責任はないんです。またね、何とかしてあげようと思っても何ともならないですから、はっきり言って何ともならないです。幸せっていうのはね、外から与えてあげられるものじゃないんですよ。ね、幸せっていうのは気分ですと。その人がどう感じてるかが全てですと。で、だから環境関係ないし、お金の状態関係ないし、経済的な状態関係ないんですね。で、人間関係関係ないんですよ。本人がね、もうね、不幸をやってるっていうんだったら、もうそれは本人の課題であり、他人の課題じゃないんですね。だから他人の機嫌を取ろうとか気分を取ろうとかね、そのね、他人をね、私は不幸なんだけど、でも先にこの人をね、幸せにしてあげようとか、そういったのはね、ダメです。ね、うまくいかないですから。ね、そうしたらね、わざわざ目の前の人が不幸で、自分が何とかしようと思ったら、自分までもね、なんかね、こんなに一生懸命やってあげてるのに、全然ね、相手は良くなっていかないとかって言ってね、かえってね、不幸な人が1人から2人に増えるだけ、社会的にはもうそれ以上の迷惑はないんですよ。で、そうした時にね、とにかくね、自分の気分だけは取らないといけないです。ね、その私は今気分が落ち込んでるから何とかしてとか、もうそういったのはね、もう子供ですよね。甘えなんですよ。依存です。で、そうじゃなくて、自分で自分の機嫌だけは取るんですね。自分で自分の気分だけは、ね、いい気分にするんですよ。ね、自分で自分の、ね、言葉とか行動に責任を持って、そして自分で気分転換をし、自分だけは、例えばね、世間とか社会とか他人がね、どういう状態だったとしても、自分だけはいい気分で過ごすということですよね。で、自分がいい気分でいるということであれば、ね、いい出来事ばっかりが記憶として残りやすく、そして自分が何か頭に思い浮かべるってなった時は、いい出来事ばっかりが頭に思い浮かびやすくなるので、どんなことがあっても自分だけは幸せに生きることができるんですよ。だから幸せっていうのは気分であり、ね、私たちに責任があるというのであれば、それは自分の気分をいい気分にしておくということです。自分で自分の機嫌ぐらいは取るということですよね。逆にそれさえすれば、人はどんな環境であれどんな状況であれ幸せに生きていくことができるということですよね。で、とはいえですよ、やっぱり人間だから、ね、気分っていうのは上がったり下がったりしますよね。まあ、常にね、自分のね、思った通りのね、状況になるわけじゃないわけですよ。自分が望んだような状況も来れば、自分が望んでないような状況も来るわけで、出来事の方がね、いい出来事もあれば、ね、自分が望まない出来事もあるわけなので、ね、思った通り行った、思った通り行ってないっていうのがある。それに対して気分が上下する。まあ、ここまでは仕方がないと思うんですよね。で、大事なのは落ち込んだ気分っていうのをいかに早く切り捨てて、ね、もう一回いい気分に、ね、立て直すかと、ね、そういう、気分の転換っていうのがすごく大事になりますよね。ね、気分が落ち込むこと自体はもう仕方がないんですよ。ね、人間ですから。ね、ロボットではないので、同じ気分でずっと居続けるってことはできないです。だから気分が上がってきた、ね、なんか自分が思った通りになったとかね、もしくは自分が思う以上の幸運がやってきたとか、なんかそれで気分が上がってきたと、ね、いうこともあれば、ね、自分が全然ね、頑張ってるのに全くその成果が出ないとか、芽が出ないとかね、自分が全然ね、何にも悪いことしてないのに、なんかね、自分が望まない状況にあったと、まあ、それで気分が落ち込んだと、ね、うまくいってない、失敗した、ね、で気分が下ががったと。それも仕方がないと思うんですよ。だからそのね、状況は常に変化し続けるし、自分の気分っていうのは常に上がったり下がったり上がったり下がったり、こう波のようにね、変化し続けるのも、これは仕方がないんですね。ただ、で、気分が下がったならば、その気分っていうのをいかにね、早く断ち切って、ね、下がった、要するにこうね、気分が悪い気分の時のその状態っていうのをいかに早く断ち切って、もう一回いい気分に自力で持ち上げていくということが大事ですよね。その気分転換とか気分の制御ということだけは自分で自分の責任を取らないといけないわけです。じゃあどうすれば気分転換できるんですかと。どうすればいい気分でいられるんですかっていうことなんですけど、これはね、もう実は過去数千年前から答え出てるんですよね。実はこれはもう過去数千年前の、それこそのギリシャ時代からもうね、答え出てるんですよ。古代ギリシャ時代からね、こう自由に生きるための学問っていうのがあるんですよね。自由に生きるための学問。ね、自由に生きるための技術というのがあります。まあ、リベラルアーツというふうに呼ばれているものですね。自由に生きるための技術、リベラルアーツと。で、このリベラルアーツっていうのは7科目あるんですけど、その中の1科目っていうのがね、実はね、この気分に関しての答えなんですよね。いい気分であれば、いい出来事ばっかりが頭に残りやすく、覚えやすく、いざ何か思い出すってなった時に、いいことばっかりが思い出しやすくなるということですよね。だからいい気分であれば幸せで生きるってことができるわけですよ。じゃあどうすればいつもいい気分でいられるんですかと言った時に、ね、実はもうそれは過去数千年前から、ね、答えが出てることですよと、ね。自由に生きるための技術、リベラルアーツという形でもうずっと伝わり続けてきているものなんですよね。じゃあ何なんですかと。ね、いい気分で生きるためのね、そのコツというか、秘訣というか、その自由に生きるための技術、リベラルアーツって何なんですかって言ったら、これはもう一言で言うと、音楽です。音楽。音を楽しむということですね。これがいい気分で生きるためのね、実は秘訣でありコツということになります。ね、だから音楽、例えば自分の好きな音楽を聴くとか、自分の好きな音楽に合わせて歌うとか、もしくは自分の好きな音楽に合わせて踊るとか、そういう音を楽しむという音楽というのが自分の気分っていうのを変えることができるんですね。だからそれがだから自由に生きるための技術っていうのは一言で言うと音楽と音を楽しむ技術ということになるわけです。で、なんでなんですかっていうことなんですけど、ね、これはね、脳のね、錯覚っていうのを利用してるんですね。脳の錯覚っていうのを利用しています。例えば私たちがね、思わずなんか自分の好きな音楽を口ずさんでると、こう無意識なんだけど、ついついなんかね、自分の好きな音楽をね、こう口ずさんでたって時はどういう時かって言ったら、100% いい気分の時ですよね。ね、なんかついついね、自分が好きな音楽を口ずさんでたと。ね、どういう時ですかって言ったら 100% いい気分なんですよ。100% いい気分の時だから、ね、結局好きな音楽を、ね、歌を口ずさんでるわけですよね。つまり幸せな時になんかね、自分の好きな音楽っていう、好きな歌っていうのを口ずさんでるわけですよね。で、これを逆転させてるわけです。ね、これを逆転させてるわけですよ。いい気分だから歌を歌うわけですよね。いい気分だから歌を口ずさむわけですよね。で、それを逆転させて、ね、歌を口ずさむことによっていい気分を作り出していくんですね。要するに脳からすると、ね、いい気分の時に歌を歌うわけだから、ね、歌を歌ってるってことは今状況がいいんだろうっていう脳の錯覚を利用してるっていうことなんです。ね、いい気分だから歌を歌う。いい気分だから口ずさんでる。ってことは、口ずさんでるってことは、今状況がいいんだろうっていうことで脳に錯覚をさせてるわけです。だから、口ずさむと。例えば自分の好きな音楽を聴く、自分の好きな音楽をね、歌を歌うと。そうすると脳はね、っていう風になってね、あ、これって今いい状況がいいってことなんだなっていう風にこう錯覚してくれるわけですよね。で、そうするとだんだんいい気分っていうのを自らの意思で作り出していくってことができるわけです。ね、踊るもそうですよね。人はどんな時に踊るのか。ね、人はどんな時にね、体を動かしてね、ダンスを楽しむのかって言ったら間違いなくいい気分の時ですよね。いい気分の時だから、ね、思わずね、こう、体を動かして踊ったりしてるわけですよね。ね、思わず踊りたくなる時っていうのは間違いなくいい気分の時だし、ね、それ幸せな時ですよね。で、これを利用してるわけです。ね、だからそれを逆転させて、ね、思わず自分の好きな音楽に合わせて、ね、体を動かすと、踊ると。で、そうすると脳はね、錯覚するわけです。今ね、踊ってると。ね、これっていうのは、要するに状況が今いいってことなのかなと。ね、今状況はいい状態だから今自分はね好きな音楽に合わせて、ね、体を動かしてるのかなと踊ってるのかなというふうに、ね、錯覚してくれるわけです。そうすると、ね、好きな音楽に合わせて踊っていればだんだん自分にとって望ましいいい気分っていうのを作り出していくことができるということです。ということで、ね、幸せ最前線っていうのをまとめると、ね、幸せっていうのは気分ですよと。ね、いい気分で生きてるっていうことがすなわちその人にとって幸せな人生だということです。ね、いい気分であればいい出来事に限ってどんどん記憶として覚えていきます。そして何かを思い出すってことであればいいことばっかりを思い出しやすくなるということです。で、気分を立てて変えたいと、ね、人間だからね気分は上がったり下がったりするわけですけど、ね、一番大事なのは、ね、気分が下がってきてるとかね落ち込んできてる時っていうのはそのね悪い気分っていうのをいかに早く切れるかっていうことなんですよね。そして気分を転換していい気分に自分を戻せるかどうかっていうのが一番大事で、そのことに関しては自分で責任を持つ必要があると。じゃあどうすればいいんですかって言ったらもう音楽の力を借りるということです。自分の好きな音楽を聴く、自分の好きな音楽を歌う、ね、自分の好きな音楽に合わせて体を動かす、踊る、こういったことをしていくと、ね、だんだんね自分の気分っていうのを変えていくことができるんですね。そんなに悪い気分っていうのを長くこう引っ張るってことがなくなっていきます。自らの意思で自らのね行動によって自分のね望ましい気分っていうのを作っていくことができるわけですよね。だから人は誰でも幸せになれるんですよ。自分はね自分の意思で、ね、自分の幸せっていうのをね自分の内側から、ね、作り出すことができるということですよね。もし外からね幸せっていうのが外から与えられないといけないというのであれば、ね、なかなか自力で幸せになるってことはできないかもしれないですよね。幸せっていうのは自分の内側から作ることはできないと。外から与えられるものなんだっていうことであれば幸せに生きるっていうのは難しいかもしれないですけど、幸い関係ないんですよ外の環境はね。どんな環境だったとしても、どんな人間関係だったとしても、どんな経済状態だったとしても、自分で気分っていうのを作り出すことができればその人っていうのは幸せに生きることができるんですね。幸せに生きられるんですよ。自らの意思でね自らの責任によって気分を制御することによって人は幸せに生きることができるということです。だからなんかねとにかく幸せっていうのは気分なので自分の気分に責任を持つということですね。そして自分の気分を制御していくということですね。そして自分がいい気分になりたい時は自分ね音楽の力を借りて自分の好きな音楽を聴くとか歌うとかね、もしくは好きな音楽に合わせて踊るとかっていうことをしていくと、まあ、その人っていうのはね幸せに生きていくことができるというお話です。はい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。